はい、ジャン君。いつもブラシされてるね。何かっていうとこのブラシだね。ポンちゃんも意外と好きなんだよ、これ。ポンちゃんにも時間を融通してあげたらどうかな。ポンちゃん、あっつあつのとこにいるけどね。まだまだよく取れるね。掃除機をかけてもかけてもどっかに溜まってるんですよ、あなたの毛は。はい、ちょっとお腹出そうよ。いいの？うん、掃除機が倒れました。掃除機かけていいかな、ジャン君。カメにできるとかスイッチなんだよね。やっぱり嫌なんだね。ジャン君偉いね、迎えに行くね。ポンちゃんおいで。ジャン君、ポンちゃんにおいでって言ってあげて。ポンちゃん、はい、よかったね、ポンちゃん。はい、ポンちゃんが迎えに来てくれてよかったね。暑かったでしょう。ジャン君、おいで。よかったね、ジャン君、来てくれてね。はい、みんないい子だね。ポンちゃん、ポンちゃんもブラシしますか。雨降ったからこんなに暑くないかな。いや、ムッとしてたよ。移動しちゃう。 あんまり熱中症にならないように気をつけてね。パン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 、そこ気に入ってるね。ちょうどあの
ちょっと飛び出してる上のあそこがいいんだね。それ下のより上の方が好きなの、ポンちゃん。キャン君は時々中入ってる。そうか、うん。ちょうど両方が上と中といると面白いけどね。うん、なんだ、もうなんか騒いでる人います。うちの母がもらってきました。もらってきました。なんかお友達のうちにいっぱい生えていたって言った。金の先生の お隣、うん、来た向こうにも来た。なんか来た。あー、じゃあポンちゃんにもあげますよ。ちょっと濡れてるけど遊ぶっていうより食べるからね。そうなんですよ、ね、だから一生懸命。あれ、いただ結局猫草代わりですか。あれ、あなたたち二人とも一応ですね、自然の多いこちらの、ものですが、東京の頃のまあ癖というか習慣で重曹で洗っております。洗っております。まあ車の排気ガスとかぐらいはちょっとあるかもしれないからね、うん、君たち遊ぼうよ、もりもり。遊びしないのかい。遊ばないの。はいはい、こっちこっち、はい、やっぱりこっちの猫じゃらしは元気かな。長いよ、めっちゃ長いよ。そうだね、また今度行った時にもらってくれるって。よかったね。でもこれ食べると吐くんじゃないの、君たち。そうなんだよ。大丈夫。うん、いいね、はい、喜んでおります。喜んでおります。もりもり食べております。ジャン君ポンちゃん喜んでます。すごい、これを持って猫草買ってくると大して食べてくれないんだよね。なんでだろう。こっちの方がいいの。ちょっとトゲトゲじゃないけど、なんか葉っぱのここがなんかちょっと、うん、切れる感じなのにね。触るとちょっと痛い感じ。うん、ひ、ちゃんと食べにくい。さあ、いっぱい遊ぶ量があるから、また後でね。先が。やんか。まあ眠いかな。今日はこれでお休みにしましょうか。おっと失礼。ポンちゃんおトイレでございました。じゃあお休み。